お前ら檻に戻れ。どうもカシケンです。水曜日のダウンタウンっていう、番組あるじゃないですか、人気番組なんですけど、でその企画の中でクロちゃん、安田大サーカスのクロちゃんを、その収監するっていうイベントが、少し前にあったらしいんですよ。で、どういうのかっていうと、テレビのリモコンあるじゃないですか、リモコン の D ボタンっていうやつ、あれでクロちゃんの、そのねことを許せるか許せないかっていうのを、テレビの視聴者に、投票してもらったわけですよね。でそしたら、許せないが確かね 95% とかものすごい数になって、でそのね安田大サーカスのクロちゃんって結構いろいろ今年ねやらかしてるんですよ。もう発言も痛いし行動も結構やらかしまくってたら、俺もねちょくちょくツイッターでネタにしたりとかしたんですけど、要は結構ねやらかし系の芸人としても結構認知されちゃっているところがあって、多分そこに目をつけたねテレビ局が、じゃあこれちょっと安田大サーカスクロちゃんを、ね、投票で収監してみようで、なんかもう収監するのは決定みたいで、その投票率かなんかで投票率だったかな、で時間が決まるっていう感じだったかな。だから1日24時間を 100% として、でそのうちの 95% だからなんか22時間半とか そんなもんだったかな、ちょっと時間の正確な長さは忘れちゃったんですけど、そんぐらいの長さが収監されることになったので、檻の中に入ってそれ閉じ込めて、豊島園だったね、豊島園っていう動物園で、なんかそうね、ずっと監禁をするというような内容なんですけど、そのね豊島園がそのクロちゃんのイベントの時にあれなんですよね、夜間でも入れるようにしたっていう、そのクロちゃんをこう人間が見れるようにしたわけですよ。人間っていうんですかね、俺にはちょっと猿にしか見えなかったんですけど、全員のことじゃないですよ、中にはねちゃんとマナー守ってきてる人とかもいるんで、そういう人は全然人間だと思うんですけど、クロちゃんをさ一目見ようと1万人ぐらい集まったらしくて、で相当なんか荒れたらしいんですよね。で、かなり大荒れで、なんだっけな、自販機の上に乗ったりとか、あとあれだ、フェンスをぶち破ったりとかさ、とにかくね、いやそれはちょっとひどいだろうというような、ゴミももちろん散乱してますさ。要は少し前に渋谷のハロウィンがさ話題になりました。まさにあんな感じ、またあそこで再現されたわけですよ。でクロちゃんもさ、結構こわもてでさ、強そうな人ではあるけど、さすがにさ人の群れを見たらちょっとあれはちょっと怖いんじゃないかなって俺思うんですよね、さすがのクロちゃんだよ。でなんだ、そのクロちゃんを見たいって人がドーってもう一気にさ、こう波のようにさ押し寄せてくるわけですよね。そりゃ怖いよなと。で結局そのねイベントは途中で中止になっちゃってさ、で本来なら22時間何十分っていうのが、その檻の中に入るっていうのがそのなくなっちゃったわけですよ。いやひどいですよね。もうちょっとさ、見に来るのさやめろとは俺さすがに言わないですよ。もちろんさ見に来てもらうこと前提のイベントだからさ、それはそれで全然構わないんですけど、もうちょっとモラルを持った方がいいと思うんですよね。有名人にさ、会える機会ってさ確かになかなかないけど、その有名人にやっぱその会う時にさ、なんであんなになんか騒ぎ立てる必要があるのかなって正直よくわかんないんですよね。その写真撮っていいみたいな、確か写真も撮ってよかったな、あれで。なんかこうクロちゃんって手を振ると普通になんか応答してくれるという、結構クロちゃんはね意外とそういうファンサービスっていうのはすごい旺盛で、檻の中でも結構余裕な表情で、でなんかそう、もう手振ったりとかさ、話しかけたりとかしたらしいんですけど、でも群れを見ちゃうともうちょっと真顔になっちゃうよね、さすがに。あれちょっとねクロちゃんかわいそうだなって俺正直思います。で有名人にさ、会うのってさ、確かに特別なことではあるけど、でそれはテレビ局が用意した企画だから、確実に会えるのは間違いないんだけどさ、せめてだから人に会うからこそやっぱさ最低限の礼儀はわきまえるべきだしさ、なんて言うんだろうね、だからテンション上がるのもわかるけど、な
なんかさ、渋谷のハロウィンもそうだけど、なんか普段と違う時って なんでしょうね、なんかもうちょっとさ、抑えられることってできないですかね。うん、まあ、俺も確かにね、あの街中で有名人見かけると、おって思うけど、でもそれだけです。それまでですよ。だってね、有名人なんてさ、別にあちこちにいるわけじゃないですか。あんなさ、あの、俺が心の奥底からさ、めっちゃ大好きでさ、めちゃめちゃその人に会うと、まあ、興奮するみたいなのは、確かにそういう人も、そういう人に会った時っていうのは、まあ、そういう気持ちもわかるけど、どうなんでしょうね、クロちゃんの場合って許せないが 95% じゃないですか。そういう人にそこまで興奮するのかなって。でも実際でも、まあ、そういうさ投票結果だったとしても、まあ、あそこあの檻に収監されてるってだけで1万人集めると、確かにこれすごいことですよね。だって俺なんか YouTube で動画配信したってさ、1万人も見てくれることはあんまりないですからね。チャンネル登録者数5000人ぐらいだけど、まあ、結局でも 1回動画上げると3、4000回再生くらいしかされないっていうのは、まあ、俺ごときがそれを語るとも変だけど、まあ、でも実際人を1万人集めるって相当大変なことなんですよね。1万人っていうとさ、今日行ったコミケがだいたい1日あたり18万人ぐらいだから、まあ、その18人に1人くらいって言ったら相当すごいですよね。1万人、あとどこだろう1万人って言ったら、まあ、ちょっと郊外のさ、駅の1日あたりの利用者数とか、そんな感じですよね。あ、そうだ、小学校がさ、まあ、1校あたり500人だとすると、俺20校分の生徒全員の合計ですからね。相当な人数ですよ。まあ、だからこそさ、あれだけ暴動っぽくなっちゃうと、さすがに中止という決断をせざるを得なかったのかなと思うけど、なんだかなって感じですよね。日本人のモラルってなんか最近低下してないかなって結構危惧してるところがあってさ、まあ、日頃のストレスが溜まってるんかもしれないけどさ、やっぱそこはそこでさ、あの暴れたらどうなるかっていうのをちゃんとね考えて、まあ、やっぱり普段からな、あの日々行動していく必要があるのかなって俺正直思うんで、まあ、俺はねでももしかしたらね、俺もめちゃめちゃさ、こう尊敬してる人とかさ、めちゃめちゃ会いたい人とかが、まあ、目の前にいたら興奮しちゃうかもしれないですよね。俺もね、やっぱあの普段街中でさ、こう声かけられる時ってたまにあるんですよね。まあ、今日も まさにそうなんですけど、たまたまね、東京駅でね、あのいつも俺のことをさ見てくれる、ね、まあ、視聴者さんっていうのが、まあ、普通にリアルで何回も会ってるから、まあ、普通にリアルの知り合いでもいいかもしれないけど、まあ、そういう人にさ、こう声かけられて、おおってびっくりしたんですよね。まあ、やっぱなんか向こうは、てかまあ言っちゃっていいのかな、向こうもやっぱなんかこう貸し剣さんみたいな感じで、すごい なんかやっぱ、まあ、興奮まではいかないけど、もすごい嬉しそうな感じでさ、まあ、実際でも、うん、なんかさ、普段なかなか会えない人で、かつさ、その応援してる人とかがさ目の前にいたら、確かにね興奮はしちゃうかもしれないですよね。だからなんて言うんでしょうね。でも、まあ、自販機の上に乗ったりとか、やっぱ壁壊すのはやりすぎだろ。お前らが動物園の檻に入れよって思いますよね。クロちゃんの方がさ、よっぽど人間味があるね、よっぽど人間に近い存在だったということですよ。だってクロちゃんさ、自販機の上に乗ったり、ね、あのフェンス壊したりとかしないでしょ。まあ、芸能人だからそういうことできないってのもあるんでしょうけど、あ、でもそっか、クロちゃん自身も結構ね、今年いろいろやらかしてるから、まあ、割とそれに近いことあるかもしれないけど、あ、でもそれはちょっとね、さすがに名誉毀損になっちゃうんで言わない方がいいですかね。クロちゃんね、普通にで安田大サーカスで出てる時普通に面白いって応援はしてたんですけど、やっぱ今年はちょっといろいろやらかしすぎましたね。新幹線の件とかさ、あれグリーン車になんか座り込んでたとか、そういうのがあったんで、俺一回ネタにしたんですけどね。まあ、あとあれだ、ちょっとどういう炎上があったか忘れちゃったんですけど、まあ、3、4回ぐらいなんか炎上してたんですよね。ちなみに、あの安田大サーカス、クロちゃん、いや今安田大サーカスってあるのかな、そもそも。で、あのクロちゃんはなんか YouTube のアカウントあるんですけど、全然再生されてないんですよね。まあ、このチャンネルより多分再生されてるけど、ただ芸能人であれだけ有名なのに、え、こんなもんかっていう感じだから、結局芸能人がさ YouTube やるって必ずしも成功するわけじゃないんですよね。草薙チャンネルとかさ、
ホンダのバイクとかいろいろありますけど、まあ、芸能人でも YouTube で成功するって本当に極一握りですよっていうのは、ちょっとクロちゃんの、ね、アカウント見て思いましたっていう感じでね、まあ皆さん有名人にやってもあんま興奮しすぎないようにしましょうという内容の動画でした。バイバーイ。